今ベトナムのホーチミンにいます。本日2016年の4月の24日日曜日なんですけど、昨日2年10ヶ月ぶりに、ね、ベトナムのホーチミンに来たんですけど、皆さんに、ね、お伝えしたいことがあります。これタクシーです。ベトナムタクシーホーチミンのね、かつて、私は、旅行会社の出向社員としてここに、ね、運営してたんですけど、まあ、その時よくお客様でその犯罪の被害に遭われてしまう方、タクシーでぼったくりに遭う方多かったんですけど、安心なね、割と安心、これ 100% ではないんですけどね、割と安心なタクシー会社っていうのが3つあります。そのうちの1つがこのマイリンタクシーです。マイリングループ、ここの書いてますよね。で、これ覚えておいてください。たまにね、こういったロゴを似せたタクシー会社なんかもあって、同じような古いやつはもらわないんですよね。でこのマイリンタクシー、もう一つビナサンタクシーってあるんで、それだったら割とぼったくられずに済むかなって感じがします。ただ、覚えておいていただきたいのは、必ずメーターが降りるか降りないか最初の時点でね、確認しないといけないです。で、お釣りね、メーターのあれなんかもね、見間違えないようにね、最初1万から1万1000ドンが、初の料金なのでね、メーターが大きいのでかくがね、ちょっと見間違えたりメーター見にくくなってたりもするんで分かりづらいんですけど、最初の額は1万から1万1000ドン、間違っても10万ドンから11万ドンではないってことを皆さんね、覚えておいていただきたいと思います。これからもこういったね、注意喚起はさせていただきたいと思います。皆さんぜひともチャンネル登録ねしていただければと思います。